ノーキー・エドワーズ、ノエル・フロイド、ノーキー・エドワーズ、ノエル・フロイド、ノーキー・エドワーズ、1935年5月9日から2018年3月12日は、アメリカのギタリスト、オクラホマ州、ラホマ出身、ザベンチャーズの初代ベーシストであり、二代目リードギタリスト、チェロキー族の血を引く家系の12人兄弟の一人として、オクラホマ州、ラホマに生まれ、後に、 一家の転居に伴い、ワシントン州ピュアラップで育つ。家族や親族の大多数が何かしら楽器を演奏できたという、恵まれた環境の中、5歳からギターを手にするようになる。初めて弾いたギターは、家族の所有するのアコースティックギターであったとい。9歳時には、バンジョーやマンドリン、フィドル、ベースなど様々な弦楽器も習得していたが、 さらなる上達を目指すために11歳の頃にギターに専念、加えてタコマのタレントコンテストで優勝しのをきっかけに人前で演奏する機会が増し、音楽で初めてギャラを得たのも同時期であった。また、エレキギターを初めて弾いたのは12歳頃だったという。十七歳の頃に初めて自分のエレキギターを手に入れ、ナイトクラブやラジオ番組に出演するなどを経て本格的に プロとしての活動を始める。カントリーバンドでの活動が主であったが、後に流行り出したロックンロールに興味を抱き、それらのレコードを買いあさっては、聴き込むことで、そのエッセンスを吸収して行った。1958年、カリフォルニアからタコマに活動拠点を移したバック・オーウェンスが同地でバンドを結成することとなり、スカウトを受けたエドワーズは、ギタリストとして加入する。また、 オーウェン・スガのオーナーを務めていた関係から、同じ社屋にあったの専属バンドの一員としても、活動していた。1959年、スポケンのナイトクラブで演奏していた際、ベンチャーズの中心メンバーであるドン・ウィルソンと、ボブ・ボーグルに出会い、メンバーに誘われる。カントリー中心の音楽活動に満足できなくなって、異こともあり、二人からの誘いに応じて、ベーシストとして加入。 その直後にレコーディングした、ウォークドントラン、急がば回れが、全米くらいのヒットを記録したことで、自身の知名度も上がることとなった。後に、ボーグルの申し入れ担当楽器を交代することとなり、ベンチャーズのリードギタリストとして活躍、バンドの全盛期に貢献した。1968年、エドワーズは牧場を手に入れ、かねてからの念願であった。 競馬会に場所として進出することとなり、ツアーに同行することが難しくなったためベンチャーズを脱退。それ以降の音楽活動は、ナイトクラブの出演や、スタジオレコーディングの参加、ソロアルバムの制作など、散発的なものとなり、当時は、レオン・ラッセル、グレン・キャンベル、デラニー・イーボニーなどと音楽活動を行っていた。1972年にエドワーズと入れ替わりに、 加入したジェリー・マギーがベンチャーズを離れたためメンバーに復帰、1985年に再び脱退するまでベンチャーズに参加していた。その後は活動拠点をナッシュビルに移し、カントリーミュージックに深く根差した音楽活動を展開。様々なミュージシャンとコラボレーションを行ったり、アルバム制作や来日公演も定期的に続けていた。 1999年よりゲストという体裁ながらもベンチャーズのレコーディングやライブへ再び関わるようになる。さらに同年からベンチャーズの来日公演が、夏と冬にそれぞれ行われることになり、スケジュールの都合で参加できないジェリー・マギーに代わる形で冬のツアーに参加していた。この体制での公演は2012年まで続き、日本では エドワーズとマギー・オノオノのベンチャーズを楽しむ子ができた。2004年4月、ベンチャーズのメンバーと共に、日米交流150周年記念外務大臣賞を受賞。ドン・ウィルソン、ボブ・ボーグルと共に、でモ用された受賞式に出席した。2008年5月、ベンチャーズがロックの殿堂入りを果たしたことから、ドン・ウィルソン、リオン・テイラー、ボブ・スポルディング、 ジョンダリールらと共に、ニューヨーク・ウォルドルフ・アストリアホテルで模様された受賞式に出席。記念に行われたライブでは、急がば回れ、ウォークドントランとハワイ・ファイブ王の2曲が披露されが、前者ではベースを、後者ではリードギターをそれぞれ担当した。2010年4月、ベンチャーズのメンバーと共に、朝日賞受賞を受賞。2016年、自身の恒例と、 体力低下により2016年が最後の来日ツアーとなることを表明。同年4月14日に起きた熊本地震からの復興を応援するチャリティー公演を兼ねたもので、9月から10月にかけて熊本などご都県をめぐった。2018年3月12日、前年末に受けた、伝部手術後の感染症に起因する合併症により死去。去年82歳。 ギターは全くの独学でカントリーミュージックやブルーグラスから得た技術がエドワーズの音楽的バックグラウンドとなっている。自身にとってのギターヒーローはデスポールとチェット・アトキンスであり、後にも好むようになったという。演奏中に取り込むフィンガーピッキングやコードなカントリーリックからその影響を伺える。フィンガリングは弦と平行にポジション移動することが多い。 また、トレモロアームのあるギターとないギターでは、チョーキングを織り混ぜたフレーズの際に弾き方を変えている。モズライトのようなアーム付きギターの場合、チョーキングした際に他の弦が同時に引っ張られ、チョーキングしていない弦のチューニングが下がりピッチが合わなくなることから、それを避けるためにハンマリングやクリッサンドなどで対処していた。使用するピックは、かつては、 フラットピックが主体であったが、カントリーミュージックへの系統を深めるにつれ、1970年代からサムピックを併用することが多くなり、後年ではほとんどの曲をサムピックで演奏していた。また、フィンガーピッキングの際の爪の保護のために、薄いグラスファイバーを爪に貼っていた。ギターの音色も各年代ごとに変化している。初期のクリーンかつ高質なトーン。 モズライトを使っていた頃のファズとブリッジピックアップポジションから繰り出す金属的なサウンド70年代前半におけるナチュラルディストーションサウンドそして後年のソフトなクリーントーンと変化している1970年代にはワウペダル等を使用したこともあるが基本的にエフェクト類は多用せずアンプで音作りをするスタイルであるスティールギター奏者のが エドワーズのために特別制作したファズやアンプレッサーを使用する程度で後者は近年まで使用していたという。現在では広く普及しているライトゲージ弦であるがきっかけはエドワーズだと言われている。かつてのギター弦にはライトゲージのセットが販売されておらず、エドワーズ自身も1弦と同じ弦を2弦コースに貼ったり、1弦のコースにバンジョーの弦を貼って2弦から6弦のコースに それぞれ1弦から5弦のゲージを貼るなどの工夫をしていたが、後にエドワーズの要望に応える形で、アーニーボール社がライトゲージ弦を制作したという。楽しくご覧になりましたら、購読と良いです。クリックしてください。